こちらです。はい、10時のツボです。優しい言葉、はい、さあ今までの笑いがスーッともう引っ込んでしまうようなコーナーですよ。辛いよこれね。私ね、順番にねずっと並べてあるんです、うん、だん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 とこう痛くなる、はい、麻酔のコーナー、麻酔のコーナー、麻酔山が歌ってますからね。俺知らんぞって本人、なんで俺ここに使われとるんやっていうことですよね。はい、はい、時間の関係でどこまでいけるかということです、ね。はい、マグロの定義を知らない旦那さんからいただいております。僕も痛かった時の話をメールしますということで、麻酔のコーナー、はい、これ麻酔は多分出てきませんけれども、痛かったいうことらしいんですがね、うんうんうん、僕が中学校2年の時の話です。僕は友達からカップラーメンの中にのりおくんを突っ込むと、女の人の時と同じぐらいの感触らしいぞとの情報を聞き、どっかで帰宅後早速試してみることにしました。こういう時はフットワーク軽いやん。 いつもこれやっとけよとか、宿題は全然せえへん、全然せえへん、読書感想文書けよいのも全然せえともやれへんけど、はい、友達の声ならすっともう帰ったらすぐやろうってことですよね。そのくらいの勢いで宿題もしてほしいですよね。そうそう、部屋も片付けて、本当ですよね。はい、帰宅後早速試してみることにしました。僕はありったけの想像力を働かせてカップラーメンのシーフード味をチョイスしました。なんでなんでやなんでそれが良かったんや。ありったけの情報でどうしてそう導き出した、シーフード味になるか分かりませんが、ここまでは良かったんですが、カップラーメンをこんなイレギュラーな使い方をしたことがなかったので、いつも通り熱湯を注いでしまいました。待ちに待った3分間が経過、僕はドキドキしながらのりおくんをカップラーメンの中に突っ込みました。言葉と気を同時に失うぐらいの熱さでした。涙ぐんだ瞳でのりおくんを見ると、ピュアだった僕ののりおくんは使い古したそれのように赤黒く変色していました。親に話すわけにもいかず、3日間ほどヒリヒリした激痛に耐えました。何をするにもヒリ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 して、本当に地獄のような日々でしたという、ね、え、そのカップラーメンもどうしたんやろね。弟に食わしたら何にも知らん弟、おいおい何兄ちゃんこれ俺ちょっともう食えへんから食うか。弟いうのはあかんね。シーフードカップヌードル、そうそうそう、珍味になったな。あは今思わず声が出てしまいました。もうさっきから素でやってますね僕ら。いろいろもう素でやってるやんこれ。普通放送はよそ行きな話やら、いろんな、そんな形になるやで、はい、あんた。おしゃれにね。そうそう。はい、放送。もう素やんか、これ。どうや、この番組は。まあちょっとね、ミスターあかんね。奥のスタジオ。ミスターあかんのかな、はい。誰も聞いてないようなつもりになっちゃうから。はい。さあ、こんなもんじゃないんですよ。本当に、はい、もう大概ですよ。まあ、そうですか、はい。いきなりですよ。ちくわのお母さんからいただいております、はい。ちくわのお母さんというぐらいですから、カップ麺の中に突っ込むという話題ではないことはもう確かですよね。はい。はい、小学校2年生の時、砂利道で派手に転んだ私、膝をひどく打ちつけたのか血だらけ、痛みもすごかった、うん、夏だったからね、家で簡単な手当てではこの可能してなかなか治らんかったんです。あのマムシの焼酎漬けを毎日ガーゼに浸して包帯巻きをしておりました。それがすごく臭くて気持ち悪かったんですが、昭和の民間療法で怪我をすると我が家はこれがお決まりだったんです、うん、転んだ時石ころが、ちっちゃい石が、うん、膝の中に入った感じはあったんですが、そのまま1年ほど過ぎたある日、私の膝に小さな石ころ3ミリぐらいがくっついておりました。指で弾くとコロンと落ちました。やっぱり石ころは私の膝にあったんです。1年間もありました、うん、石は皮膚化されんかったです。小高さんのアボガドを聞き膝の石を思い出しました、はい、石ころの跡はへこんであざになっておりましたが、今見たら45年経ちましたがもう何ともなかった。小高さんもアボカドを皮膚の中に入れておりましたですよね、はいはい、この人は石ころが入ってた、はい、前にも言いました、友達とふざけてて鉛筆の芯やなんか刺さるとですね、絶対黒いやつがずーっと刺さった、これ、はい、これ3年生の時にやる、友達とふざけてて入った鉛筆の芯ややつ、オール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 、はい、そんなことがありましたですがね、うん、農協大お父さんからもいただいておりますけれども、坪井さんの脊椎麻酔にはゾゾケが立ちます
ましたということで、手術する、例えばあの盲腸とかあのくらいの手術の時なんかは全身麻酔をせずに、はい、いわゆる腰にあの注射、麻酔の注射を打つ、その様子が聞いてたらゾゾゲ立ちましたいうことらしいんですけどもね、はい、こちらマリオカートはいつもヨッシーを選びますという方からいただいておりますねそうなんね、詳しい書いていただきましたがね、はいはい、恐竜やなヨッシーってそうそうそうね、はい、思い出しながら思い出しながらやって、はい、何やったかなあ恐竜やヨッシーのクッキーそうそうそう、はい、お姫様はピーチ姫、ね、そうそうそう、はいねえ、はい、まあどうでもいいんです、どうでもいい話ですね、はい、初めまして20周年おめでとうございます、だいぶ経ちますよこれ5月10日にいただいたんですすいません、あの、はい、ホームページそのままになってます、あそういうことですか、はいはいはい、と言ってもごめんなさい、今月初めて聞けば聞くほどを知った僕は現在、あこの人は今まで聞いてなかったんです、あそうなんだ、はい、でホームページ見たら20周年と書いてある、はい、すみません、もう23年4年経ってます、はいはいね、22年かな、はい、初めて聞けば聞くほど聞いた僕はなんで初めて聞いたの、はい、現在次郎の手術で入院しております、あらだから入院中にラジオということですね、普段は仕事やってる時間帯なんで通勤もバイクなんでラジオと縁がない人生を歩んできましたが、父親に借りたポケットラジオで CBC ラジオを聞いてるうちにラジオにはまってしまいました、朝からこんな際どいトークの連続だなんて衝撃だけど、入院中の僕にとってはもっと過激な内容を聞かせてくれと言って期待してしまうほどです、入院もいろいろです、病気によってはですね、はい、あそ一箇所だけ悪い場合はですね、はい、全身が悪いとなかなかそうはいきませんね、一箇所だけ悪いとですね他元気なもんですから、はい、退屈なもんですからね、はい、刺激が欲しいということですよ ね、でもほらいろんなラジオがある中で二郎で入院してわざわざここの番組に来るというこの運命、はい、私も二郎の二郎ですから、ね、持ち主でしたから、うん、本当ですよね、はい、それはさておきこの前寝たきり状態の時に聞いていたんですが、これ手術した時はちょっと寝たきり状態で、はい、あんまり動けないんです、動けない、その方も痔の手術をやられたらしく、背中に打つ、下半身麻酔の注射を痛く感じないように麻酔を打ってもらったという話がすごく面白かったです、わかるなと寝ながらうなずきました、確かに痛いんですねあの注射、例えたら、うん、背中に日本刀をゆっくり突き刺されている感じですかね、もちろんそんなことやられたことないので、この人そうやよな正直な人やそうそう日本刀を突き刺されたような感じに似てるな日本刀あったら突き刺されたことあるんかないもん ね、はい、私の友達の小池くんなんかもね、うん、あれですよね、うんこの味知っとるかい、知らん、消しゴムの味にとると、俺はこの小池くんが消しゴムを食べたことの方が衝撃的だったんですけどもね、はい、はい、両方してないと比較はできんいうことですからね、本当はね、はい、だからまあもちろんそんなことやられたことはないんですが、とにかく痛いです、だけど痔ってね術後の痛みの方が辛いんです、僕は複雑二郎といって、うんね、複数あるので1回ではできないので2回手術をしたんですという、私の場合は単純二郎だったです、あ初期だったから、はい、海がこう溜まってその海を逃がすための管ができる、これが老管といって、これが治れへん道ができている、はい、それを放っとくとこれがどん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 枝分かれしてくるんです、はい、で二郎の手術というのはその老管というのを残らず取らんといかんです、うん、こうえぐり取らんとあかんです、肛門の横からこう肉をグッとえぐり取るわけですね、それで僕の場合に一本の管であればそこをぐーっと一本、それでも大変ですよ、えぐり取ればいいんですが枝分かれして迷路みたいになってる、迷路ですよ、はい、あれすごいですよ、こうずっと辿っていくと、あ突き当たりか、今度こっち行ってみようって、そんなこと言ってる場合じゃないですよね、はい、手術中にでも取る時に、うん、一筆書きでできるようにとかそういうことはない、そういうことはない、はい、そういうことはないというか、だから2回にわたる一筆書きなら一遍で取れますやん、うん、ね、はい、うん、複雑になってくると、はい、そういえばこう話変わりますけども、はい、あんたとこの子供も一時迷路に凝ったことないですか迷路こうやって書いて、お父さんこの迷路やってみてって、簡単すっごい簡単、迷路作り、迷路作り、はい、スと言ってしまうと、ものすごくがっかりするもんやから、あれ突き当たったこっちかな言いながらやるっていう、つまらんね子供ってね、なことはどうでもいいんですけど、 お医者さんもでもほら、うん、あれあれこっちかそんなこと遊ばんといて、はよ取って
ね、これ単純な方がええんやから、これはわからないな、クスクスじゃないですわね、はい、そうそうそう、痛いわね、痛い痛い、はい、それはだから全部取らないかんのですから、一筆書きだったら私の場合1本ですから一筆書きでバーンと取れましたけども、はい、枝分かれてどんどんなっていく場合なんかは1回今日はこんだけでやめておきましょう、2回目やりましょうという、何回にも分けてやるんだ、はい、2回手術したんです。背中の注射の痛みも術後の痛みももう10年は経験したくないと思っていたのに、1ヶ月の間に2回も経験する、さっきの日本刀を背中にぐーっと入れられるようなことを経験してしまいました。痛い。だけどおかげでもう少し会社休めるし、聞けば聞くほども聞けるので、心の底ではラッキーって V サインしている僕がいることも否定できません。ラジオっていろんな人が聞いてるなと思います。痛くて苦しい時でも生放送の元気な声が力になりますというお便りは何よりのことでございましたですね。はい、はい、ということで、これはもう元気になる人もいるかもわかりませんが、はい、この間いただいたお便りですか。そうです、10日にいただいたお便り、まだ病院にいらっしゃるかな、うん、治療ですからね。僕の場合は早かったですよ、1週間もなかったです。そうですか、はい、でもほら複雑、あ、1ヶ月のうち2回もせないかんいうことですか、うん、ちょっと長めになったわけでしょ、はい、ね、まあそうは言ってもね、退院できるといいですね。でもこれ元気にこうやってやってらっしゃるのは、他にも力をね、はい、与えられたかも、他の方にも与えることができたかもわかりませんが、これから次郎の手術をする。どうしてどうする。大変やと思いますが、本当にね、みんな乗り越えてますから、はい、これは乗り越えられる病気ですから、うん、はい、ぜひ一つね、向き合って頑張りましょう。はい、うん、